スペイン軍の指揮官、フアンホセでアウストリア・バランシエンヌの戦いは、フランス・スペイン戦争中の1656年7月16日、フアンホセでアウストリア率いるスペイン軍と、フランス元帥のトゥレンの死者区率いるフランス軍の間で、スペイン領ネーデルラントのバランシエンヌ近郊で行われた戦闘。トゥレンヌ元帥の長い軍歴の中にある、数少ない敗北のうち最悪のものとなり、 17世紀のスペインにおける最後の大勝利となった。1656年5月18日、トゥーレンの死者区率いるフランス軍は要塞化されたバランシエンヌに接近、包囲した。バランシエンヌの中流軍はフランシスコでメネセス率いるスペイン軍だった。よく計画された包囲に中流軍は、疲弊、6月末にはスペイン領ネーデルラント総督、 不安補正でアウストリアが、バランシエンヌはもう持たないと考え、救援に向かう決定を下した。115個騎兵隊と31個不評隊で構成されたフランス軍は、ソヘルデ川の両側でさらに2体に分け、トゥレンヌとアンリドラ・フェルテ・センテールュ元水がそれぞれを、引いたが、これにより連絡の問題が正規した。7月15日の夜、 バランシエンヌの要塞がもう少しで降伏する中、81個騎兵大隊と27個不評大隊で構成されたスペイン軍が到着した。スペイン軍はフランス軍から約1リーグのところで停止、攻撃を準備した。攻撃は4手に分けて行われた、フアンホセでアウストリアとカラセナ公爵率いるスペインとアイルランド不評、リーニュ公爵率いる騎兵、コンデコー、 ルイ2世率いる自身とビュルテンベルク公エヴァーハルト3世の軍勢。マルサン白爵率いる新軍。コン月公は、テュレンヌ元水の部隊を吸収。その攻撃の激しさを前に、フランス軍の抵抗が失敗に終わった。不安ホセでアウストリアも、その勇猛さを示した。テュレンヌは、スペイン軍の要行を撃退した後、ラフェルテ元水を助けようとしたが失敗。 ルケスの和まで撤退して、軍を再編成した。スペイン軍は、ラフェルテ元帥を含むフランス軍の士官400人と、兵士4000人を捕虜にした。その持ち物や補給も奪われたため、教習用の大砲50門、そしてフランス軍の指揮官と宮廷の間の手紙も、スペインの手に落ち、フランス軍の詳細がスペインに知られる結果となった。ラフェルテの部隊は、混乱に陥り、 武器を捨てて逃げたが、逃げを伏せたのは2000人だけだった。バランシエンヌで敗北したフランス軍は、包囲を解いた。スペイン軍のテルシオは、スペインがより良かった時代に成し遂げた、轟き渡った成果を再現したとして、その士気が大きく上がった。しかし、トゥレンヌは素早く、冷静に軍を再編成して、フランス軍が敗北に気落ちすることを防いだ。これにより、スペイン軍は、前線で、 決定的な優勢を得られなかった。スペイン王フェリペ4世は、勝利を記念する金メダルを作らせ、それを金のサーベルと共に、コンデコーに授与した。しかし、バランシェンヌでの大勝利はスペインにとって逆効果になった。勝利に勇気づけられたマドリードの宮廷は、フランスの要求に対し妥協を拒絶したが、スペイン軍は、勝利したにもかかわらずその限界に来ていた。 戦争はだらだらと1659年のピレネー条約まで続いた。条約により、スペインはダンケルクとその近くの地域を失ったが、バランシエンヌの戦い直後で講和した場合より不利なものとなった。ありがとうございます。